皆さんこんにちは、石塚彩香です。彩香んぬと呼んでください。今日はオレンジメイクをしてみました。それではご覧ください。どうぞ。カラーコンタクトはティアモさんのナチュラルブラック 14.5mm のカラコンを使っています。私は今髪色が暗いのと、あとオレンジメイクということで、そんなにはっきりとした色のカラコンを使うのではなく、落ち着いた色のカラコンを選んでいます。まずコントロールカラーです。ジル・スチュアートさんのラスティングトーンアップベース03番を使っています。私は肌が赤みが強い肌をしているので、こちらの緑のお色のコントロールカラーを使って赤みを消してます。ジル・スチュアートさんのエアリーティントウォータリー CC クリーム01番を使ってます。こちらの CC クリームなんですけれども、先ほどコントロールベースを塗った後に CC クリームを塗って、かなりですね、肌をきれいに見せるようにしています。あとですね、ニキビ跡だとかシミだとか、ちょっとくすんでいるところには重点的にポン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 とのせていくのがポイントです。続いてファンデーションです。ジュル・スチュアートさんのエバーラスティングシルクパウダーファンデーションクリスタルパーフェクションの202番を使っています。先ほどコントロールベースと CC クリームを塗った上に、こちらのパウダーのファンデーションを少し薄く重ねます。続いてアイシャドウベースです。ビセリシェさんのスパークリングニュアンサー GD1 番を使ってます。私はこちらのですね、アイシャドウベースをアイシャドウの下に塗ってるんですけれども、今日はオレンジメイクということで、後に塗るオレンジの発色をより良くしてくれるので使っています。続いてチークです。ジル・スチュアートさんのミックスブラッシュコンパクトモアカラーズの27番を使ってます。こちらのチークなんですけれども、ご覧いただいて分かるように、オレンジとピンクとあと黄色と明るい緑が混ざってるんですね。こちらをくるくるくるっと混ぜてお肌に塗ると、お肌のトーンが2トーンぐらい上がる気がするので使っています。あとですね、今日はオレンジメイクということで、オレンジの色をちょっと重点的に混ぜて塗ってみました。続いてアイシャドウです。エチュードハウスさんのプレイカラーアイシャドウピーチファームを使っています。こちらのアイシャドウパレットなんですけれども、2018年の秋の限定コスメで発売されたものです。今回はですね、こちらのメインのオレンジ、こちらのオレンジとこちらの赤みが強いオレンジを使っています。で、メインのこちらのオレンジをアイホール全体に塗った上に、目の際にこちらの赤みの強いオレンジを塗っていきました。続いて眉毛を描いていきました。サナエクセルさんのパウダー&ペンシルアイブロウ EX の PD001 番を使って眉毛を描いていきました。最初にペンシルであらかた眉毛の形を整えてから、パウダーを使ってちょっとさらに濃くしていって、最後にちょっとブラシを使ってぼかしていきます。続いてですね、先ほどアイシャドウを塗ったんですけれども、なんか仕上がり、全体的な仕上がりのバランスを見つつ、最後にこちらの赤みの強いオレンジっていうものをまぶたのですね、外側っていうんですかね、目尻の方にちょこちょこっとのせていきました。続いてアイライナーです。フローフシさんのモテライナーリキッドブラウンブラックのお色を使っています。今回は全体的にアイラインを引くのではなく、まつげの際インラインのみ引いております。あまり濃くアイラインを塗ってしまうと、せっかくオレンジメイクでシャドウを結構目立つオレンジにしたので、アイラインを目立たせてしまうとちょっと主張が強くなってしまうので、今回はインラインのみにしています。
続いて涙袋の影を描いていきました。ケイトさんのアイブロウペンシル NBR4 番を使って涙袋の影を描いていきます。ポイントとしては、涙袋が欲しいなっていうところにちょこちょこと薄めに描いて、その後指でポン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 とぼかすことがポイントです。続いてマスカラです。メイベリンさんのボリュームエクスプレスビッグアイズのこちらのマスカラを使ってマスカラを塗っていきます。こちらのマスカラなんですけれども、こちらボリュームがすごく出るマスカラでして、ちょっとボリューム感、まつげにボリューム感を出したいなと思ってこちらのマスカラを選びました。仕上げにビューラーをしてまつげを上げていきます。ビューラーをする時のポイントなんですけれども、あんまりカクカクしてしまわないように適度に動かしながらカーブをつけながらまつげを上げることがポイントです。続いてノーズシャドウです。キャンメイクさんのノーズシャドウパウダー N を使ってここの凹凸を出しておきます。私はですね、この暗い茶色で鼻筋のところにシャシャシャっと入れて、あとこちらの明るめのハイライトを鼻とここ、鼻と口の間と顎にちょんちょんちょんと乗せていきます。続いてリップティントです。エチュードハウスさんのディアダーリンウォータージェルティントを使ってリップを塗っていきます。エチュードハウスさんのリップティントなんですけど、アイスクリームの形になってるのがすごい可愛いのと、あと色味もですね、コーラル系のティントになってます。私のオレンジメイクはいかがでしたでしょうか。今回のメイクのポイントなんですけど、アイシャドウがオレンジということと、あとこちらのチークもオレンジということで、オレンジに統一感を出したメイクとなってます。あと今日着ている服なんですけれども、こちらですね、トレーナーなんですが、古着で買ったものなんですね。アメリカで作られたものらしくて、とても可愛くてお気に入りです。あと私ですね、普段あんま黒着ないんですが、柄が結構大きいので、あまり重たくならずに黒色でも着れるなと思います。では他の動画もあるので、ぜひそちらもご覧になってください。あとチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。それではバイバーイ。